続いて優秀賞の発表です。 Here comes honor prize World ranking number 27 Going back home Kiss by Jamin Fan China Total score 1451 points。はい、27位のファンさんは本日中国から会場にいらっしゃっています。ファンさん、その場でご起立をお願いいたします。 Mr. Jamin Fan, please stand up。 はい、この作品のコメントは山田さんにお願いいたします。流木の塊を2つ作ってあります。どっちも同じような感じで作ってありまして、真ん中にこう抜くところを作ってあるんですけども、大変上手に作ってあるんですけれども、ちょっと水中感が弱いかなと、そんな感じがいたしました。もう少し水中感を重視して作っていただくと、もっともっと上位に行くんではないかなというふうに思っております。はい、山田さん、ありがとうございました。ファンさん、おめでとうございました。Congratulations, Mr. Fan. Number 26, A Morning of Peace and Calm, 静筆と平穏の朝 by Juan Pachades Rufino, Spain. Total score 1,458 points.はい、26位のルッフィーノさんは本日スペインから会場にいらっしゃっています。ルッフィーノさん、その場でご起立をお願いいたします。 Mr. Juan Pachades Rufino, please stand up。 いらっしゃいました。はい、この作品のコメントは、アマノよりお願いいたします。はい、これはスペインの方の作品とはね、ちょっと想像つかなかったんですけど、というのはなんか今までの香港の人がね、よくこういう水系を作られていたんですけれども、ただちょっと残念なのがですね、ちょっと分かりますかね、左側にですね、有形層をちょっとこう長画の部分だけカットして植えてあるんですよね、左側で。それがですね、長期維持ということになると限定になります。あ、ちょっとこれありますから使います。ここですね、わかりますか、この辺、これがね、有形層を使ってるんですね。これ全部ね、モスを使えばまた点数がちょっと上がるんですね。この辺のところのその減点評価ということをちょっと考えてください。これは実際に水系維持するときに本当にこれ難しいですよね、このまんま維持するのは。で、このね、あとはこの稜線なんですけども、これは非常にいいんですが、この石だけがちょっとこの違和感があるかな。だからいい作品はものすごい減点方法で評価されますんで、その辺のところをちょっと意識して作ってください。はい、ルッフィーノさん、おめでとうございました。Congratulations, Mr. Rufino。Number 25, The Last Green Mile, Last Green Mile, Jan by Jean-François Maillot, France, 1,459 points. Number 24, Summer Flowers, 夏の花 by Cliff Hui, Hong Kong, 1,465 points. Number 23,Delightfulness, 喜び by Sha Wee Yo, Malaysia, 1,468 points. Number 22, Evening Flowers, 夕刻の花々 by Gregory Polschek, Ukraine, total score 1,470 points.はい、22位のポリシチャックさんは本日ウクライナから会場にいらっしゃっています。ポリシチャックさん、その場でご起立をお願いいたします。メスター・グレゴリー・ポリシチェック、はい、この作品のコメントは山崎さんにお願いいたします。
この作品、素晴らしく水中の風景、それと陸上の風景が入り混じったような感じで出ております。右側、ごめんなさい、左側の岩の巨大さが少し気になりますが、バランスとしては非常に、まあバランスの取れた作品だと思います。前の前景のディテールも非常に神経が行き届いていいんじゃないでしょうか。素晴らしく何か、初秋秋の風情が出ていまして良い作品だと思います。以上でございます。はい、山崎さんありがとうございました。ポリシチャックさんおめでとうございました。Number 21, The Rainforest, 熱帯雨林 by Naruto Tan, Indonesia, 1473 points. Number 20, Delightful Green, 碧陵 by Atsushi Suzuki, Japan, 1477 points. はい、20位の鈴木さんは本日会場にいらっしゃっています。鈴木さん、その場でご起立をお願いいたします。あ、いらっしゃいました、ね、この作品については天野よりコメントいたします。はい、このね、石の排斥が非常にいいですね。特にこの陰部といいますかね、この暗い部分というか、これがすごく生きてます。で、ここの、右側のこの排斥とですね、左側の排斥のこのバランスがいいんですね。で、もう実はね、もう一個ここにあるとさらにいいと思うんですね。ここにで、この流木も非常に効果的に効いています。ただここの、レイアウトにちょっと問題点があるのがですね、背景のバリスネリアが強いんですね。これバリスネリアは、まあ、スピラリスとか、ミニマとかタイガーとかあるんですが、このスピラリスというのはものすごく強くて大きくなるんですね。で、背景がものすごく強くて、前景のですね、この石の岩組というか、この流木のこの全体のこれをと戦ってんですね、前後で。その分だけ迫力が消えてしまったというかね。もしこの植栽を弱いものに変えたら、まあ順位はもう10以上は変わってたと思いますね。残念でした。はい、鈴木さんおめでとうございました。コングラチュレーション鈴木さん。Number 19 Great Momentum 基礎サンガ by ジャンフェンジャンマカウ1478 points。はい、19位のジャンさんは本日マカオから会場にいらっしゃっています。ジャンさん、その場でご起立をお願いいたします。メスタージャンフェンジャン、プリーズスタンドアップ。はい、この作品のコメントは尾崎さんにお願いいたします。はい、遥かに、山脈を遠望するような壮大な景観が見事に表現されていると思います。ただ皆さんご存知のように、このような岩組にモスでしょうかね、これを載せた景観というものは、この数年来もう定式と言ってもいいほどのレイアウトのパターンになっていると思います。であるがゆえに、これ以上の背徳点を目指すには、新しい角度の表現方法とか見せ方の工夫が必要なんじゃないかと思います。そういった意味では、これはハイレベルではあるけれども標準的な作品と言っていいのかなと思います。まあ、欠点としては、手前のヘアグラスでしょうかね、これが、壮大な景観に、景観と比べるとですね、ちょっとバランスを失しているかなとちょっと思えるところです。はい、以上です。はい、尾崎さんありがとうございました。ジャンさんおめでとうございました。コングラチュレーションスミスタージャン。
Number 18, Medicine Cabinet. Medicine Cabinet by Japan. Three places, Thailand, 1482 points. Number 17, Regeneration. 再生 by Olivier Tebu, France, 1486 points.はい、17位のテボーさんは本日フランスから会場にいらっしゃっています。テボーさん、その場でご起立をお願いいたします。 Mr. Tebow, please stand up. あ、いらっしゃいました。はい、この作品についてはアマオよりコメントいたします。はい、この作品のですね、見どころといいますかね、ちょっとこう見ますと、この中心わかりますか、ここがすごくいいんですね。流木と白い砂とこの小石ですかね、これがすごくいいんですが、ちょっとこの辺が雑なんですね。で、先ほどもちょっとお話ししましたが、大体その上位の作品というのはもういかに減点するかなんですね。まあ、減点法を取ってます。そうするとこのようなところにこうポツポツとこうちょっとこう種類の違う石ですね、これと違う石があると非常にこう違和感を感じるんですよ。でこの辺のポイントが原点になってます。それとウイロモスの付け方がやはりなんかこう、不自然なんですね。この辺がちょっとこうアジアの作品を見てください。というかフランスの方はね、なんとなくこの辺のところ、このわびさびの表現といいますかね、この辺がちょっとこう、うまくないかなと思うんですが、心をマスターした非常にこれ、完成度の高い作品になると思います。はい、テボーさん、おめでとうございました。Congratulations, Mr. Tebow. Number 16, Hope, 希望。By Robertus Hartono, Singapore, 1487 points. はい、16位のハルトノさんは本日シンガポールから、会場にいらっしゃっています。ハルトノさん、その場でご起立をお願いいたします。Mr. Robertus Hartono, please stand up. はい、この作品のコメントは尾崎さんにお願いいたします。まず流木の大胆でかつ複雑な使い方、それに水草がよくマッチしていると思います。でまた中央から奥へ向かっての、S 字に蛇行した砂地、まるで、ラスボラの群れがこれに誘われて奥へ、誘われているようなですね、そういう非常に楽しい作品になっていると思います。ただその反面ですね、私にとってはその流木がですね、ちょっと遊びすぎというか、そういう意味での部分、あるいはこの S 字がですねできすぎているような、そういう印象、これらは作者にとってのですね、自己本位的な心がちょっと出すぎて出ていて、かえって見るものにそれを押し付けるような印象を与えるような気がします。その辺がもうちょっと抑えられると、この作品はもっと味わい深いものになるのではないかというふうに思いました。はい、尾崎さん、ありがとうございました。ハルトノさん、おめでとうございました。Congratulations, Mr. Hartono.Number 15, Heedless Breath, 冥界の息吹 by Julien Boultry, France, 1488 points. はい、15位のブルトリーさんは本日フランスから会場にいらっしゃっています。ブルトリーさん、その場でご起立お願いいたします。Mr. Julien Boultry, please stand up.この作品のコメントは山崎さんにお願いいたします。この作品私も好きでございますが、三角
表現法を用いてすっきりとした作品でございますが、あまりにも中央と左右のそうなんですね、バランスがもう少し左右を弱くした方が中央がよく目立つのではないでしょうか。あまりにも三者横に並列に並びすぎたような感があります。しかし、生息環境の復元という観点から見ますと、非常にこの根の具合とか中央なの根の具合、そういうところは素晴らしいと思います。全体に見て、私もこれは私の好きな作品でございますが、少し左右が迫りすぎて、均等すぎて、まあ、あの迫力に乏しい点があるんじゃないかと思います。それだけです。はい、山崎さんありがとうございました。ブルトリーさんおめでとうございました。 Congratulations Mr. Blue Tree。 Number 14 The World Behind Peacefulness、 この平和の先に見える世界 by Hironori Handa Japan、 1491 points。 はい、14位の半田さんは本日会場にいらっしゃっています。半田さん、その場でご起立をお願いいたします。いらっしゃいました。あ、いらっしゃいました、ね、はい、この作品については天野よりコメントいたします。はい、まあ、あの半田さんの作品はですね、まあ、どこかちょっとこう水草レイアウトの教科書にちょうど使うにはいいかなというね、あのちょっと欠点がないんですよね。まあ、逆にその欠点がない部分がまた面白みに欠けるといいますか、なんかこうあまりにもこうその綺麗すぎるといいますかね。で、まあ、120センチの割にはあんまりこう大きく見えないんですね。で、なぜかというと、やはりその水草のこう特にその前景から中景にかけてあるですね、水草のこう種類が少ないのかな。それでなんとなくこう見せ場がないというののこのところがちょっとこう面白さに欠ける部分かもしれないですね。で、本当にこう見た感じでは本当にこう構図もいいし、そのバランスもいいんですけれども、その楽しさに欠けるというところであまり票が伸びなかったというかね、点数が伸びなかったところかもしれませんね。はい、半田さんおめでとうございました。 Congratulations Mr. Handa。 Number 13、Great Waves of Wildness、 原生のうねり by 勝木田中 Japan、 1492 points。 13位の田中さんは本日会場にいらっしゃっています。田中さん、その場でご起立をお願いいたします。はい、この作品のコメントは山田さんにお願いいたします。そのなんていうんですかね、審査員泣かせの作品だと思います。出来すぎてしまったというんですかね、どこを撮っても入り込む隙間がない、自分たちが見ていて入り込めないんですね。まあ、その入り込めないというのが なんとなく怖さみたいなものでこう感じてしまうっていうところが あります。やはりこう どっかここがこうなってた方がいいんじゃないのかなっていうのもやっぱりレイアウトの中には必要だと思うんですね。そんなことで、なんかこう評価するということができない、あまりにも先ほど言いました、できすぎてしまっていると、そんなことを感じます。以上です。はい、山田さんありがとうございました。田中さんおめでとうございました。 Congratulations Mr. 田中。 Number 12、 Meet up the winds、 風の出会う場所 by Selkan Setinko Turkey、 1493 points。
12位のセティンクルさんは、残念ながら本日出席されておりませんが、台湾の審査員ファン・ユーファさんがベストアクアリウムに選んでいます。それではファンさん、コメントをお願いいたします。 This layout work was selected as the best aquarium of the year by Mr. Fan Yufa of Taiwan。 这一件在整体的构筑还有它在架构上都做得非常完美。この作品の構成はすごく自然で完璧、まるで桃源郷にいるような感じです。非常的自然，让人觉得就好像身处在如诗如画的桃花源一样。以小的柳木枝条搭配墨丝，做成松树及杉树的形态，作为中景的景观；再以大型树头作为后景，建构成绵延的山峦景观，拉出了深度，更是衬托出整体的美食，真实的美感。手芸は小さな流木とモスで隙と松を作って。後ろに大きな石を使って山脈を築いて遠近感を作ったら美しさを引き立てます。虽然这一件作品并不是由很大的水族箱所造景出来的，它只有75公分，却能制作出这么真实的美丽景色，而且在生态上以及水草也都维护得很好，由此也可以看得出来该作者的用心以及他的功力，绝对是一位身怀绝技的高手中的高手。この作品は大きいではない水槽だけど、本当の景色みたいなレイアウトができて、そして環境と水草もいい状態で維持しているから、これで作者の上達なスキルと心遣いが感じられます。这一件作品给我的印象最为深刻，是给我的感觉就好像我们在登山的时候所经历的情境一样，在前面好像看起来无路可行的时候，忽然又出现出柳暗花明又一村，全面豁然开朗的景象，并且这个景象又是一个非常漂亮迷人的景色，让已经疲累的身体又充满了活力一样，值得让人一看再看。以上就是我给这件作品最高分的理由。この作品は私にとって一番印象に残ります。私にとっては山を登るときに見える眺めを感じられます。まるで前にはもう道がないのに突然現れた景色みたい。美しくて疲れた体をリフレッシュするように、何度も見たい作品だと思います。以上です。はい、ファンさんありがとうございました。セティンクさんおめでとうございました。 Congratulations Mr. Setinko。 Number 11 Beautiful Autumn 金秋 by Masashi Ono Japan 1496 points。 はい、11位の小野さんは本日会場にいらっしゃっています。小野さん、その場でご起立をお願いいたします。この作品のコメントは山田さんにお願いいたします。優しさというのがなんかこの作品から作者が覗けるような気がいたします。特に、ここの部分というのはもうまさにネイチャーアクアリウムの世界だと思います。そこだけ見ますとレイアウトと魚の一体化というものが伺えます。そして、有形層を使ってあると、有形層が主体に使われているっていうのが、この育成が非常に難しいにもかかわらずここまで仕上げたというのがすごいと思います。ちょっと個人的に言わせていただきますと、この石何なのっていう
あったから入れたのか必要で入れたのかってどうもよく分かんないんですね。これもうちょっと小さくするとかなんとかしてもらうともっと上の方に行ったんじゃないかと思います。以上です。はい、山田さんありがとうございました。Congratulations, Mr. 小野さん、oh, no. おめでとうございました。 Number 10 Kingdom of Spirit 精霊の王国 by Chao Wan China 1497 points。 はい、10位のワンさんは本日中国より会場にいらっしゃっています。ワンさん、その場でご起立をお願いいたします。 Mr. Chao Wan, please stand up。この作品については天野よりコメントいたします。はい、まあこのような風景をね、私実は屋久島で見たことあるんですよね。で、本当にね、これそっくりでしたね。で、私はね、この作品の技術点とオリジナリティを大変評価したんですが、それはどこかと言いますと、この流木を横に使うというね、まあ、これすごいこう勝ち力じゃないかなと思うんですよね。横にこう使って、すごく縦と横のこの使い方ですね。で、まあ非常にいいんですけども、私はねこれ10位ではもっと上に行くと思ったんですが、結局下の方がちょっと雑ですね。雑というか、なんかこうそのせっかくここをですね面白く作ってる割に下をちょっと雑に作ってが、まあおかげでですね、やはりその点数が伸びなかったと思うんですね。で、ここを本当に綺麗というかね、まあ自然感のあるように作ったらもっともっと上に行くと思います。終わりです。ワンさん、おめでとうございました。Congratulations, Mr. Wan. Number 9, Journey.旅路 by Nico Wong, Hong Kong, 1504 points. Number 8, Nature's Melody, 自然の旋律 by Truong Tien Go, Vietnam, 1512 points. 8位の呉さんは本日ベトナムより会場にいらっしゃっています。呉さん、その場でご起立をお願いいたします。この作品のコメントは尾崎さんにお願いいたします。はい、まず横長の構図と、それとこの3分の1ぐらいに重心を置いたどっしりとした流木で、その流木がこの横長に対してこう根回りまでもうまく伸びていましてですね、非常に、オーソドックスな構図になっていると思います。で、それに対してこの縦型のアルタムエンゼルの群れがですね、非常に良い対比を成していて、今まで知られた手法の中でいろいろ使いながらも破綻がない、そういった意味でさっき天野さんが半田さんの作品を教科書に載せてもいいとおっしゃいましたけども、これもそのように、モデルとなるようなレイアウトではないかと思います。でもその分ですね、まあ、演出もかなり抑えられていると普遍的にいろいろ誰でも受け止められると思うんですが、破綻がなく、その部分が物足りなく、例えば水草のもうどこかドカッとこう入れるとか、そのような形をすると華やかさがプラスされるんじゃないかと思います。はい、尾崎さんありがとうございました。呉さん、おめでとうございました。 Congratulations, Mr. Go。さて、ここまで優秀賞となる8位までの作品を発表いたしましたが、またここで海外の様子をお伝えしたいと思います。今度は日本の真裏でライブ配信を楽しんでいるブラジルとつないでみましょう。ビンターエンジン、ボンジアー。
はい、サンパウロにある ADA ブラジル代理店のアンドレさんです。ブラジルは今、朝の4時頃だと聞いてますけれども、朝早くありがとうございます。はい、ミスターロンガさん、はい、ありがとう、どうもありがとう。 We are very happy here mostly because the results of our friends、of Spain、そうですね、スペインのからのお友達も会場にいらっしゃるんで本当に嬉しいです、ということです。非常に多く、ね、いらっしゃってますね。毎年このコンテストに、参加されているアクアベースの皆さんですけれども、今年の成績は、まあ、いかがだったんでしょうかね。100以内に入賞された方、手を挙げてください。 So in this group, who got in the top 100 in this year? Please raise your hand. 3名、リエン・ローカ2名ですかね。2名ですね。あ、じゃあですね、yeah. 来年のコンテスト、もちろん皆さん上位入賞を狙ってますよね。 So who will win the top 7 prizes in the contest next year? Next year's contest, who gonna win the top 7 prizes? 狙ってますよね、皆さん手を皆さん狙ってますよね、また上位入賞狙ってます、はい、お約束通り全員手を挙げていただきました。We want to congratulate all the participants, mostly our friends from Vietnam and the new ones, the French people. Thank you and congratulations from Brazil and Aquabase team. Thank you. アンドレさんからなんですけれども、ブラジルからのお友達、そして、新しくフランスの方もいらっしゃってます。本当にブラジルとしては嬉しい限りです。どうもありがとうございます。はい、ありがとうございました。オブリガード、アンドレさん、どうもありがとう。ありがとうございました。さよなら。バイバイ。バイバイ。それではもう一カ国、つないでみましょう。次はですね、ドイツのアクアリウムショップからです。先ほどは繋がったらしいんですけれども、繋がりました。グーテンモルゲン。グーテンモルゲン。はい、おはようございます。ハーメルのアクアリウムショップ、ビコネオアクアスケーピングのダニエル・ベスターさんです。はい、こちらも朝早いにもかかわらず、3名の方、集まってくれました。最近のドイツの水草レイアウト人気は、いかがでしょうか。Thank you very much for getting together this early for Skype chat today.Mr. Vesta, how is the recent popularity of the planted aquarium hobby in Germany? Oh, hi everyone. Good morning, friends. Hello, friends of Nature Aquarium, and greetings to the worldwide community. This is Vikuneo Aquascaping from Hamelin, Germany, the city of the Pied Piper fairy tale. It's amazing. Nature aquariums are very popular in Germany and will be the standard in a few years.The awareness of beautiful tanks grows up. It's very amazing. はい、ハーメルンの笛吹きで有名なドイツハーメルンから世界の水草レイアウトファンの皆さん、こんにちは。ですね、ドイツではアクアスケープの人気が驚くほど高まっておりまして、数年のうちにはアクアリウムのスタンダードな形として受け入れられているのではないでしょうか。あと美しいアクアリウムに対する関心は非常に高まっておりますということです。水草レイアウト人気は年々増加しているということでしょうね。今後のですね、ドイツからのコンテスト応募数増加につながると期待しています。そちら今後ろの方にレイアウト水槽が見えますけれども、こちらのレイアウト水槽どなたが作られるんでしょうか。 So who made the aquascapes in your shop?The aquascapes in the background was made, this is a 90p ADR tank. It's made by me. This one is 60p. It's made by my friend Oleg. And the Iwagumi, the 45p is made by us.
We have skated together. I see. 一番、奥側ですね。これがあのベスターさん。真ん中が、オレグさんが、このメガネをかけられているオレグさんが作られたと。で、一番あの端っこ側なんですけど、岩組レアート。これが、皆さんで、作られたということです。じゃあ、お三方とも全員でレイアウトを作っているということですね。まあ、後ろの方にもあのADA 商品がきれいに並んでおりますけれども、 We can see a lot of ADA product behind you guys、まあ、レイアウト水槽とかですね、商品をきれいにディスプレイしているっていうのはとても、お店にとっては重要なポイントだと思います。ダンクシェーン、ベスタさん、ありがとうございました。ベスタありがとうございました。ダンクシェーン。ブラジル、ドイツの皆さん、どうもありがとうございました。いよいよ次はトップ7の発表ですので、引き続きライブ中継を楽しんでいただきたいと思います。 Thank you for joining us from Brazil and Germany. And now top 7 works will come up.